はいどうもテプトです。今回はホスト別チャンピオン紹介最後になります。5コスのチャンピオンについて語っていこうかなと思います。で、5コスは固有特性がめちゃくちゃ多いのでちょっと固有特性についても触れながら語っていこうかなと思います。で、まずイラオイから。イラオイはイルビーツブルザのユニット。このイルビーツはイラオイのスターレベルに応じて職種を獲得するという特性ですね。そしてこの職種はイラオイの増加物理防御と魔法防御を引き継ぐという効果です。まあ、要はイラオイを硬くすると硬くなる職種って感じですね。で、自動スキルが3秒ごとに職種が周囲の敵に魔法ダメージを与える。発動スキルが 3.5 秒間物理防御と魔法防御が増加し、最も現在体力が低い職種を蘇生するかその体力を最大まで回復する。最も近くにいる敵に向かってジャンプし職種が一緒に叩きつけて広い円形範囲に魔法ダメージを与えるというスキルです。ヘッドライナー効果は物理防御魔法防御が5ずつ、そして魔力が10、さらに職種が2秒ごとに叩きつけを行うようになります。イラオイは多分現在最強タンクなんじゃないですかね。こいつはこの発動スキルの物理防御と魔法防御が増加するという効果、星2だと150も増加するので、まあ何しろとんでもなく硬いです。めちゃめちゃ硬い。ただイラオイ自体に自身を回復するようなスキルとかシールドを張るようなスキルがないので、その分ちょっと脆くもあります。これがセトとかの場合だと、セトはシールドを持っているので硬いですし、あとエコーとかモルデカイザーとか、ああいうそのああいうシールドを持ってるユニットっていうのはこういうただ物理防御が上がったりするだけのキャラより圧倒的に硬かったりするので、イラオイの本体はどちらかというとこのイルビーツでもらえる触手ですね。これが敵のターゲットを吸ってくれるので、これによって硬いっていう、そんな感じですね。この触手を蘇生するっていう効果が、まあ、疑似的なシールドみたいな役割を果たしているのかなと思います。なのでイラオイが最初にフォーカスされてしまうと、その触手を蘇生するっていうスキルが最大限活かせないので、まあ、イラオイは最初に死なないような配置にしてあげるといいですね。敵のキャリーに狙われないように配置することが結構大事だと思います。発動スキルで魔法ダメージを与えるというスキルなんですが、これはそんなに気にしなくていいですね。どっちかというとこの本当に触手を蘇生するっていうのはメインの効果、そしてさらに自身を硬くするっていうのはメインの効果なので、あんまり AP を伸ばす意味はありません。どっちかっていうと HP を伸ばしたり防御力を伸ばしてあげる方がイラオイそのものが硬くなって、さらにさっきイルビーツでも見たこの増加物理防御と魔法防御を引き継ぐという効果で触手そのものも硬くできるので、まあ、できるだけ防御力を上げてあげるのがいいのかなと思います。で、当人ブルザーで HP がとんでもなく高いので、そういう HP が高いユニットっていうのは防御力の恩恵が高い。 HP を伸ばしてあげるよりは防御力を伸ばしてあげた方が TFT のダメージ計算上有用な場合が多いです。なのでそういう風に使ってあげるのがいいのかなと思いますね。次、キアナ。キアナはトゥルダメージクラウドダイバーのユニット。現在対象としている敵のアイテムを星1なら1個、星2なら2個コピーして味方一体に投げる。その敵に物理ダメージを与えてノックバックさせる。対象アイテムを持っていなかった場合は追加確定ダメージを与え、その対象をボードの端までノックバックさせるというスキルです。トゥルダメージのアクセサリーボーナスはヒルでチャンピオンをキルしてアイテムをコピーすると高級的な素材アイテムを1個もらえるという効果ですね。ヘッドライナー効果は 5% の攻撃力と、そしてさらにアイテムをコピーした際攻撃力が高級的に、これ 5% になってるんですけど 2% ですね、今は 2% 増加するという効果です。まあ、この 5% の時のパッチはキアナの星2が引けたら最強だったみたいな感じなんですが、今は 2% なのでそこまで強くはないです。で、キアナはとにかくこのダメージが結構高いんですよね。星2の状態で563ダメージ基礎であって、さらに当人がトゥルーダメージなのでトゥルーダメージで追加確定ダメージがもらえるんですよね。なのでトゥルーダメージ6出てると 45% の確定ダメージが入りまして、この563っていう数値に 45% が乗ってくるので、まあめちゃくちゃ火力が高いです。さらに攻撃力とか回復とかそういうのを持たせてあげるととんでもなく強いっていうのと、あとね、もう一個いいのがこれマナが40しかないのでブルーバフ持つとめっちゃスキル打つの早いんですよ。なのでブルーバフとかもすごいおすすめです。あとはプロテクターの誓いとか、ブルーバフの場合は最大マナが10低下して
さらにマナが20もらえるので通常攻撃一発でスキル打つようになるのと、プロテクターの誓いの場合はマナが30もらえるので、こちらもまた通常攻撃一発でスキルが発動するので、初っ端のアイテムコピーが早くなるんですよね。なのでキアナは結構涙系のアイテムがおすすめだったりします。キアナは確かに強いんですが、こいつ単体でキャリーができるかと言われるとそういうわけではないんですよね。こいつはあくまでもサブキャリーの位置づけだと思います。スキルが単体スキルなので一体一体落としていくとそもそもしんどいですし、あとイラオイが出てきてしまうと、このキアナのスキルがイラオイの触手によってかき消されてしまうので、それもしんどいなという感じですね。あとフルダメージの発動個数が低い場合はそもそもダメージが出なくて敵をキルするラインまで持ってけないので、ちょっとイマイチかなっていう感じですね。まあ、もちろんたまたまキルを取ってくれて素材がもらえる可能性があるので、素材アイテムを1個だけでも持たせてあげるとそういうラッキーが発生したりするので、素材アイテムないし何かしらのアイテム1個持たせておくことを意識するといいと思います。こいつは次ケイン。ケインはハートスティール、エッジロード、ワイルドカードのユニット。ワイルドカードは対人戦ラウンドに勝利するとケインが影の暗殺者になって、敗北した場合はラストになる。ケインが2体の敵チャンピオンをキルするたびに兵隊に応じた報酬を獲得する。で、影の暗殺者の場合は3ゴールド、ラストの場合はプレイヤーの体力1を獲得するという効果ですね。結構変わった効果です。で、スキルはダッシュして隣接する敵に魔法ダメージを与え、3秒間冷気、攻撃速度を低下させる効果ですね。30% 攻撃速度を落とします。を付与する。1体の対象にしか命中しなかった場合は、このスキルを即座に再発動する。というスキルです。ヘッドライナー効果は魔力5。影の暗殺者が追加で2ゴールドを付与し、ラストがタクティシャンの体力を追加で1回復するという効果です。もうケインは多分5コスの中で一番弱い駒だと思います。というのも前衛キャリーって星2であることが前提になってくるんですよね。なんでかっていうと前衛キャリーは体力がめちゃくちゃ大事になってくるんですよ。星2だと2160あるのに対して星1だと1200しかないので、すぐにやられてしまうんですよね。でさらにもう一つケインがメインキャリーになれない理由があって、それが魔法ダメージってところですね。前衛向けの魔法ダメージアイテムってこのクラウンガードとか、あとはジュエガンとハンジャっていう組み合わせとか、あとはまあ巨人とかでもいいんですけど、まあ、なかなかこの辺のアイテムをケインを使うような構築で作っていかないんですよね。要はエッジロードで使う場合はリベンとかヨネとかその辺のユニットと絡めて危険とか巨人とか作ってることが多かったりしますし、ハートスティールだとつなぎで使う感じになってしまうので、そもそもケインを捨てることが多いんですよね。なのでケインがメインキャリーになることはなければアイテムも持たせることがないみたいな、そんな感じになってしまって、結構こいつが日の目を見ることはあんまりなさそうだなというのが印象です。こいつ回復アイテムを持たせないと回復を得られないんですよね。同じエッジロードであるヨネもリベンも自前のシールドとオムニバンプ持ってるんですが、こいつはそれがないのでちゃんと回復アイテムを積んであげないと機能しないんですよね。まあ、それもあってなかなかこいつ自身を使っていくっていう状況にはならないって感じですね。星2になればもちろん強いんですけど、星1だと使い物になんない、使い物になんないから売って利子にするみたいなことがめちゃくちゃ多いユニットです。まあ、エッジロードを使ってる場合は全然強いんですけどね。次、ジグス。ジグスはハイパーポップ、ダズラーのユニット。現在対象としている敵に爆弾を投げ、魔法ダメージを与える。爆弾は小さな爆弾に分裂して、その対象に4秒間裁断、魔法防御低減 30% ですね、を付与し、さらにちょっと小さめの魔法ダメージを与える。このスキルを発動するたびに、分裂後の爆弾の数が1個増加するというスキルです。ヘッドライナー効果は魔力5、最大マナ5低下という効果ですね。ジグスはスキルをぶん回すことで強いユニットなので、超人とか、あとはグインソーレージブレード、そしてナッシャートゥースとか、この辺のアイテムと結構相性がいいです。自前で祭壇を持ってるので、スタティックシブがない、アイオニックスパークも持ってない、みたいな時に、とりあえずレベル上げでジグス入れるみたいな、ことも可能な、そういうユニットになってます。このハイパーポップっていうのがスペルウィーバーで
ルルが いるので採用しやすいですし、ナズラはナズラで TF がねいるのでナズラ方面でも採用しやすくて、まあ、最後の仕上げみたいなので入ってくることが多いのかなと思います。でこいつはメインキャリーになれるぐらいの強さがあります。もう何しろスキルをぶん回せばただそれだけで強いので、アイテムの受けも広いですし、あとはソナの攻撃速度と一緒に入れてあげるとめちゃくちゃ強い、そんなキャラになってますね。個人的には好きなユニットの一つですね。次、ジン。ジンはマエストロ、ビッグショットのユニット。マエストロは常に一定のペースで通常攻撃を行い、増加攻撃速度 1% が攻撃力 0.7% に変換されるという効果です。要は攻撃速度を上げても攻撃速度が上がる代わりに攻撃力が上がってしまうというそういうキャラですね。スキルは自動スキルが通常攻撃によって獲得するマナが10増加する。ベンチに4丁かなのグランドフィナーレライフルがある場合、通常攻撃の代わりに指揮を始める。各ライフルはマエストロと同じペースで発砲し、それぞれ物理ダメージを与える。停車4回ごとに 200% のダメージを与えるという自動スキルで、発動スキルの方がベンチの空きスロット1つに1丁のグランドフィナーレライフルを配置するというスキルになってます。ヘッドライナー効果は攻撃力 5% と、戦闘開始時にベンチの空きスロットに1丁のライフルを配置するという効果です。ジンはこのヘッドライナー効果がめちゃくちゃ優秀で、ヘッドライナーで引けた場合化け物になります。でこのヘッドライナー効果の1丁グランドフィナーレライフルを配置するという効果がマジで強くて、とにかくいかに早くライフルを4丁用意するかっていうのが肝なユニットなので、この戦闘開始時に1丁もらえるってのはすごい嬉しいんですよね。ジンなんですが、精進かブルーバフのどちらかがないと雑魚です。もうゴミです。こいつはどっちかがない場合は圧倒的にエズリアルの方が強いので、その場合はエズリアルをそのまま使った方がいいです。ただサブキャリーとして運用するのであれば、まあフォーチュンよりは圧倒的に強いので、まあ、ジンの星2とかになった場合はフォーチュンと入れ替えるということもあるかもしれないんですが、ジンをメインキャリーとして要はアイテムを持たせて戦わせるっていう風に考えるのであれば、絶対にブルーバフか精進は持たせないとダメです。多分星2になった時、そして単体でのキャリー性能という面で見るとおそらくこいつが一番高いんじゃないですかね。前衛をガチガチにしてあげることで時間を稼いで、とにかくグランドフィナーレライフルをベンチに置きまくる、これができればもうほぼ勝ちですね。要はスケーリングチャンプなんですよね。スケーリングチャンプっていうのは戦闘が進むにつれて強くなっていくキャラクターのことを言うんですけど、ジンはグランドフィナーレライフルをどんどんベンチに配置していくので、戦闘が立つにつれて徐々に強くなっていくじゃないですか。こういうチャンピオンって前衛をガチガチにしてあげるだけで一人で戦えてしまったりするので、ジンが引けて星2になりましたってなったら、もう前衛をあとは固めてあげるだけでもいいと思います。なんならビッグショット2とかでも十分なので、とにかく硬いボードを作るのが大事ですね。次、ソナ。ソナはミックスマスター、スペルウィーバーのユニット。ミックスマスターはモードを選択することで通常攻撃とスキルが変化するという特性ですね。なのでこのソナはスキルが3つあります。1つ目はキネティック、自動スキル。通常攻撃時に攻撃を行わず、代わりに味方一体にビートを送り込む。ビートは対象の最大体力の割合を回復するという自動スキルで、発動スキルは全ての味方にビートを送り込んで2秒間シールドを付与するというスキルですね。ちょっとシールドの秒数が短すぎてあんまり活かしきれない感じなんで、個人的にはこのキネティックは使わないですね。あまり生きる場面がない。敵にカーサス明かりとかがいる場合はまあまあ生きる場合があるかもしれないんですが、まあ、それでもちょっとって感じですね。次、エーテル。自動スキルが通常攻撃時に攻撃を行わず、代わりに味方一体にビートを送り込む。まあここは一緒ですね。でビートの効果が4秒間対象の攻撃速度を増加させるという効果になります。発動スキルは6秒間全ての味方の攻撃速度が175、まあとんでもない数値ですよね、増加し、さらに通常攻撃で魔法ダメージを与えるようになるというスキルです。このエーテルはほぼどんな状況でも使えるめちゃくちゃ強い効果です。この
星2なら攻撃速度 35%、 星1でも攻撃速度が 25% 増加するので、この効果が何しろ強いです。要はセット銃って結構スキルをいっぱい打ったら強いみたいな、そういうキャラが多いんですよね。アーリしかり、ジグスしかり、全てのほぼ全てのユニットがスキルをいっぱい打ったら強い、まあそれはもう当たり前のことなんですが、特にそれはセット銃だと顕著なのかなと思います。でこの攻撃速度を上げるという効果、雑に入れても強いです。なので基本的にはこのエーテルで使うことになります。次、コンカッシブ。ビートの効果が自身とその味方両方の魔力を増加させるという効果になり、発動スキルは最も近くにいる敵5体に675450の魔法ダメージを与えるというスキルですね。ヘッドライナー効果は攻撃速度 5%、 そして通常攻撃を行うたびに攻撃速度は 1% 増加するという効果になります。このソナなんですが、マナが170もあるんですね。170ってとんでもない数値なので、基本的に精進やグリーン層がないと使い物になりません。もうなんなら精進とグリーン層両方ないと使い物にならないぐらい発動が遅いです。なので運用の仕方としては、前衛がガチガチの状態で使うか、もしくはアイテムをちゃんと持ってるかの2択になると思います。何も持ってない時はマジで弱いです。もう試合が終わる頃ぐらいにようやくスキルを使って、ああなんかしました君みたいな、そんな感じになることが多いですね。その場合だとスキルも魔力を上げたりとか攻撃速度を上げたりとか、それぐらいにしかとどまらないので、本当に微妙な感じになることが多いです。ただしグイーン層とか精進とかが作れてる場合はマジでめちゃくちゃ強いです。もうとんでもなく強いです。その場合は、特性を発動させるとか、要はスペルビーバーを発動させるとかいうことを関係なしに雑にぶっ込んでもいいぐらい強いです。 AP だろうが AD だろうが関係なしにこのエーテルで突っ込んであげると、とにかくどういう状況でも戦えるようになるので、ソナ覚えておいた方がいいと思います。こいつは本当に強いです。そして次、ヨリック。ヨリックはペンタキル、モッシャ、ガーディアンのユニット。ヘッドバンギングするグールを召喚しボードの中央に集める。グールはそれぞれ3回にわたる通常攻撃で物理ダメージを与える。グールのダメージは3秒間 20% の分解を付与する。ちょっと低めの分解ですね。分解って本来 30% なんですが、 20% なのでちょっと低めの分解になってます。このスキルを2回発動するたびに追加で巨大グールを1体召喚する。巨大グールは体力が900-1750あり、通常攻撃ごとに物理ダメージを与えるというスキルですね。ヘッドライナー効果は HP50、 そして追加で2体のグールを召喚する。巨大グールがより巨大になり 10% の追加ダメージを与えるという効果です。ヨリックはペンタキル、モッシャ、ガーディアンと特性を3つ持っていて、いろんなコマと相性が良くボードに投入することが多いユニットですね。特にこの 20% の分解を持っているというのと、さらにモッシャですね、この2つを持っていることで、物理構成に雑に入ってくることが多い、そんなユニットになってます。よくあるのはヨリックにスレッシュを合わせてガーディアンを発動させて、ここにセトを乗っけてあげる、でさらにイラオイを入れてあげて、まあ、こんな感じの4体で前衛をするみたいな、そういう使い方をしたりとか、あとあるのはこのセトの部分がオッピーに変わって、まあ、雑にイラオイが採用されてるとか、あとはここがアムムになってガーディアンがあと1体、例えばパンテオンとかニーコとか、この辺のユニットが入ってガーディアン4とポッピーみたいな、まあ、こういう状態になることが割と多いのかなと思います。ヨリックは、あとはペンタキルの採用ですね。まあその辺は構成によってまちまちですが、まあ、結構いろんな特性を持ってるのでいろんなところに組み込みやすい、そんなユニットになってます。ヨリックはとにかく回復アイテムを持たせてあげると、グールが意外とダメージを出すので、モッシャーも発動しているのも相まってめちゃくちゃ HP が回復していきます。まあ星1の場合はそんなに強くはないんですが、星2になるととんでもない耐久力を持つので、知見ブラッドサースターとか、あとはハンドオブジャスティスとか、この辺のアイテムを持たせてあげると、まあ、めちゃめちゃ強い、そんなユニットですね。あとは雑にこのナイトエッジで1回だけターゲットを切ることによってヨリックの巨大グールを出すまでの時間を稼いであげたりとか、あとは巨人で
ヨリックのダメージそのものを上げてあげるとか、まあ、そういうことをして強くもできるし、シンプルにこういうサンファイアとかユルガの心とかで固くすることでもヨリックは強くなれるので、結構いろんなアイテムが受けられる、そんなユニットになってます。まあ、ポッピーと似てる感じですね。個人的には結構好きなユニットなんですが、推し1だとちょっと火力はあるんですが硬さがないので、もうタンクとして運用するっていう風に使ってしまうとちょっとボードが脆くなってしまって負けるっていうことが起こりがちなので、そこだけ注意した方がいいユニットですね。そして最後にルシアン。ルシアンはジャズ、ラピッドファイアのユニット。最も遠くにいる敵に向かって攻撃速度で増加する、弾丸を発射する。攻撃速度を 20% につき一発増加する弾丸を発射します。ヒ素は14なので14足す 20% につき一発って感じですね。弾丸はそれぞれ最初の敵に命中した時点で爆発し、周囲の敵全てに物理ダメージを与えて、戦闘終了まで対象の物理防御を3、5低下させるという効果です。アルペジオがその一番遠くの敵に向かって撃つんですが、その遠くの敵がいなくなってしまった場合、アルペジオが終了するんですが、そのアルペジオが終了した時に弾丸が残っていた場合は、この未使用の弾丸に応じてマナが溜まります。そんな感じのスキルですね。ヘッドライナー効果が 5% の攻撃力とアルペジオの射撃数が3発増加するという効果です。ルシアンはメインキャリーという感じで使ってしまうとちょっと弱いです。というのもルシアンは基本的に最も遠くの敵に向かって弾を撃つので、対角線上のユニットを殴ることが多いんですよね。例えばここに置いた場合は敵のこの位置を撃つことが多いですし、ここに置いた場合はこの位置、ここに置くとどっちかわからんみたいな、そんな感じになったりするんですけど、これによって弾丸の当たる位置がコントロールしづらいんですよ。敵がここにいるならいいんですけど、ここにいない時はなんかこうやってまっすぐ撃っちゃったりとかして、もうここ当ててほしいのに全然こっち撃ってるじゃんみたいになったりとか、ちょっとコントロールが難しいので、まあ、配置は結構相手をしっかり見てする必要がある、そんなユニットなんですよね。さらに常に最も遠くの敵を狙ってしまうので、それによってこのアルペジオが変な風に中断されることが多いんですよね。そのダメージを出し切る前に終わってしまうという、そんな感じのことが多くて、まあ、それのせいでいまいちメインキャリーとして運用してしまうと、アイテムを持たせてる割に敵が解けないみたいな、そんな感じになりがちです。ルシアンのメイン効果はこのダメージではなく、どちらかというとこの対象の物理防御を低下させるという効果にあるので、これ目当てに入れてあげるのがいいのかなと自分は思ってます。そしてあとジャズですね。このジャズが発動することによってダメージを大きく底上げすることができるので、まあ、メインキャリーがいてルシアンが入ってジャズも出る、そういう状態で強い、そんなユニットと評価してます。まあもちろん早々に星になった場合は全然戦えるんですが、そうじゃない場合、要は例えばケイトリンの星にがいます、ルシアンの星にがいます、じゃあそのケイトリンとルシアン、ケイトリンのアイテムを奪い取ってルシアンに乗せ替えるのかと言われると、ちょっと待ってって感じになる、そんな感じのユニットですね。ということでゴコスの解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。これで全てのユニットの解説が終わったことになるんですが、なんか気になったキャラとか面白そうだなって思ったキャラとか全体通していたらコメント残して教えてもらえると嬉しいです。ということでお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。